捧げてまいりましょう。立ち入れない方はどうぞお立ちください。大丈夫と神様の言葉があるなら大丈夫、いつでも心配いらない。目を閉じて心に描く未来を、喜ぼう、その時はもう始まってる。喜びの歌を心から歌おう。共にいる神様の無限の恵み、喜びの歌を心から歌おう。山も動くよ、神様が共にいる。弱さの中隠されてる大きな力、いつかきっと時が来て栄光を表す。感謝しよう、感謝しよう、どんな困難も神様の大きな奇跡の舞台。喜びの歌を心から歌おう。共にいる神様の無限の恵み、心から歌おう。山も動くよ、神様が共にいる。神様が、神様が共にいる。アメーションでして感謝していきましょう。ハレルヤ。あらゆる時に主を求めたたえよう。いつも主に賛美を、皆をあがめよう。主を答えられた。主に呼ばれた時、主は聞かれた。すべての苦しみから私を救う。とこしえに栄光主に皆があがめられるよ。すべての苦しみから私を救い出し、しえに栄光主に皆があがめられるように、皆があがめられるように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、あなた方は今がどのような時であるのかしっかりと捉えて歩んでいきなさいと示されます。この終わりの時代、このリバイバル、終末の働きのその中で、
あなた方が立つべきところにしっかりと立っていきなさいと示されます。その中であなた方が感謝を捧げ、賛美を捧げ、主と共に歩むならば、神の栄光がますます表されてくると示されます。それこの困難な時代の中にあって、私はあなた方を良き蔵として用いていくと主を伝えます。それにこの福音を語るべきものに語っておくことができるように、あなた方はこう突然というものことに対する備えを、また用意をあなた方は祈りによってなしておきなさいと主を伝えます。キリストの皆を否まず、神の言葉に従ったそのフィラデルフィア教会としてのその実質を豊かにこの表していこうと主張されます。またこの地において、この長崎浦上の地において、そのことにおける戦いがあることをあなた方は知っていると主張されます。そしてその中であなた方がこの神の言葉に立ち続け、イエス・キリストの皆によってこの神の栄光が表されていくのを見ていきなさいと主張されます。しあなた方一人一人を用いていこう、この神の言葉に立って信仰を持って歩んでいきなさいと主はされます。それではもう一曲賛美をしたいと思います。感謝します、賛美捧げます、天父様、賛美の時ありがとうございます。続きまして豊かに導いてください。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。